前が先手だ。はい、よろしくお願いします。対局開始。3級ですね。3級の四間飛車の方ですね。さあ、しっかり角道止めていきたいと思います。三間飛車。なんですかね、これ。え？ああ、なるほど。桂馬跳ねるしかないのか。まあでも、そうですね。桂馬跳ねて、どうだろうな、これは。ここついていくか。さあ、なんかあんま見たことない形ですけど、片身の角、まあ身の囲いにしときますかね。どうしますかね。どういう手で切るんですかね。あ、飛車ぶつけ。すごいな。これは取るか。飛車打ったの。でもまだダメか。飛車ぶつけ。すごいな。すごい手だな。まあ一回、隙は多そうですけどね、なんか。隙は多そうだけど意外とって感じなんですかね。角。角ですか。まあ一回、王手しちゃって。角取った時になんか角打ちがいい感じで決まりそうなんで、これは王手角取りにしました。なんか守る手で来ると思うんですけど、どういう手で来ますかね。まあ銀、まあ銀でもこうですね。これどうやって守るんだろう。金取りですけど、これでね、かなり馬が作れるので、悪い気はしないですよね。どう引くかな？こう引くか。ポジショニング大事ですよね。銀上がって、これは歩取っとくかな。一回歩取っときますか。さあ、どうなんですかね、これは。まあでも一回、あ、これ桂馬跳ねたら銀が両取りになるんですね。ふんどしの桂なんですね。でも、あまり桂馬跳ねたくはないかな。今のところは。それよりもなんか歩がね、いっぱい手に入ったんで、歩で相手陣地を乱していきたいなっていう気がするんですけど。どうですかね。まあもう一回入って、これ金も上がってくんのかな。なんかでもあんまり飛車打ち、この飛車打ちはどうなんですかね。一応金取りにはなってるけど、
狭くないか。いやでもギリギリ捕まんないのかな。7分どうですかね。パッと右に上がるのが正解な気はしますが、普通に上がるか、寄ってきて、後ろに下がるんですかね、これ。後ろに下がるのかな。後ろに下がるのかな。後ろに下がるのか、寄ってくるのか、どっちですかね。あ、後ろ下がれないか、角引いてんのか。横に寄ってくんですけど、自然に金上がって、下がって、かなり狭い気はしますけどね。さあ。うん。まあ、これ寄って、どうですかね。まあ、捕まえには行きますが、一応まあ、飛車が捕まってはいるんですけど、まあ、馬と交換になりそうだからまあいいわって感じなのかな。まあどっちに行っても、そう、あ、桂馬が効いてるからもうでも、そっか。駒損は免れなさそうですが、どうですかね。飛車が逃げれないですけど。うん、そうですね。一番、銀が、ですかね。飛車打って銀打って、さあ、まあ、ここで攻めるか。一回攻めといても良さそう。どうすかね。まあ、合駒まで飛車合ぐらいしかないんですかね。シャーイ。まあ、シャーイしかないですね。シャーイかな。底歩？底歩もあるか？シャーイですよね。で、同金。同金。いやー、どうだろうね、これ。飛車打ち、同金。まあ、でもそうだな。どういう手が効くのか、まあ、難しいんですけど。でも銀拾っとくか。5分。腕合いをして、どうですかね。ちょっと角をね、使いたいですね。飛車、どうなんだろうな。これ守りが、そうね。守りが、守りがね、どうですかね。これでもなんかすごいね。が寄ってきて嫌な感じなんですけど、まあそうだな。
角成りか、角成りと。いや、このラインが結構いいんだよな。どっか飛車打ちたいんですけどね。まあ寄せるからあんま良くないか。飛車打ちが来ますよね、多分ね。さあ、飛車打ちが来て、角ぶった切って金打ちで。いや、どうなんだろう、これ。いや、なんかちょっと微妙な手だったか。飛車打って、同金だったら銀成りで詰みなんで、何か受けは絶対来るんですけどね。まあ、金で受けるのかな？金打ちぐらいですかね。ぐらいなんかな。3分。歩ですか。歩か。歩か。2分30秒。垂らしたらどうなる？いや、なんかあんまりいい手じゃないかも。わかんない。飛車打ち。金が入ってくるから。これ詰んだ？2分。積んではない。積んではないなら大丈夫なんじゃない？いや、これダメか。ダメなのか。30秒。同銀。金打ち。金打ちで詰んでるな。お前には楽すぎる相手だったようだな。かわして、ちょっと後で考えましょう。はい、対局ありがとうございました。